どうも、猪苗陽水です。何なんだよ、何なんだよ、何なんだよ、本当に分かりづれんだよ、天気予報。え？1時間によ、降水量何ミリって何なんだよ、わけわかんねえよ。どこで測んで何ミリって、体感できねえよ。分かりづらくないですか、分かりづらくないですか、天気予報。雨で、どれぐらいすごいのかな、雨。1時間に30ミリ。わかんねえよ、なんで30ミリってどこ基準だよ。わかんねえよ、それ自己満足だよ、その天気予報。もっとわかりやすく言ってほしいよ。天気予報。明日の雨、やばいですとかさ。明後日、雨。ちょっとやばいです、みたいな。わかりやすくした方がいいよ、絶対に、本当に。天気予報。なんなんだよ、本当に。絶対ルフィのこと波好きだよ。なんなんだよ、なんなんだよ、本当に。絶対に男感じてるよ、ルフィに、波が。そういうのよくねえよ。よくねえよ。なんなんだよ、走り出した電車からさ。ホームのベンチに座ってる女子高生のパンチラ見えない率、なんなんだよ、なんなんだよ。見えそうで見えねえよ。見えそうで見えねえ、巧みすぎるだろ、あれ。どうやってやってんの、あれ。なんなんだよ、ほんとによ。井上陽水、この野郎。自転車乗ってる女子高生もそうだよ。絶妙に見えねえよ。どの角度から見ても見えねえよ、なってるよ、あれ。真正面からしゃがんでみなきゃ見えないよ、なってるよ、あれ。誰だよ、自転車の発、ね、ペダルの角度発明したやつ。なんなんだよ、なんなんだよ、ほんとに。ざけんな！いい加減にしろ、この。たく。もうね、今ね、36時間ぐらい起きてます。ぶっ続けで。飲んで、そのまま仕事行って、で、今、家帰ってきて、変なテンションですね。もう気持ちが悪くて、寝不足で、もうおかしくなって、もう寝不足すぎて、もう井上陽水になっちゃいましたからね。もう、なんなんだよ、なんかこれ、モノマネなんですよ、これ。井上陽水、なんなんだよ、なんなんだよって言ってるとこ見たことねえよ。雑すぎんな。でもね、ボジョレーヌーボーなのか、ボージョレーヌーボーなのかとか、どっちでもいいんだよ。別にこだわってねえや。お前、新しい、それ何？ズボン買ったの？あ、ケンタ、ズボンじゃなくて、パンツ。うぜえや！うぜえや！なんだよ、それ。でね、髪の毛溶かす櫛貸して、ケンタ、櫛じゃなくて、コーム。うぜえや！言い直すなよ、おしゃれによ。逆におしゃれじゃねえよ、てめえ。そういう風にしてる方が。パンダ！この野郎。なんだよ、ほんとによ。テンションだけで乗り切るのはもう、3分半が限界っすね。はい。というわけで、剣の伝承です。こんばんは。はい。まあ今日はですね、別に何を話すってわけでもないんだけども、とりあえずまあ変なテンションなんで、頭とかこうやってぐしゃぐしゃにしてみて、ちょっと遊んでみました。まあ井上陽水っぽくね、ちょっとやってみましたけど、もう本当にかれこれね、本当40時間弱起きてます今。昨日ライブハウスでちょっとイベント見て、その後から飲んで、そのまま仕事行って、で、今に至るわけですね。これステッカーね、かっこいいステッカーを、堀道楽先生のステッカーです。ちょっと待って、もう一個かっこいいステッカー買ったね。ステッカーいっぱい持ってきた、これ貼ろう。花咲く娘たちは、花咲く伸び入り、じゃじゃん、これです。堀道楽先生のステッカーでございますね。これちょっと、じゃ早速貼りましょうかね。この辺に貼っちゃいましょうか。
貼るとこがないな。貼るところがないな。ポリドーラク先生。いじめっ子のホリドーラク先生。いや、ステッカー貼るとこねえぞ、もう俺の部屋。ここに貼っちゃいましょう。ペタッと。あ、いいっすね。あ、いい、かっこいい。我が町の繁華街の一番目立つとこに貼ってきますから任してくださいよ。これかっこいいですね、このね。あ、井上陽水感がなくなってきた。まあ昨日はいろんな話が聞けて楽しかったですね、本当に。うん、貴重な話がいっぱい聞けてすげえ楽しかったっす。楽しかったっす。はい、うん、まあね、今日ちょっと別に話すこと特にないんで、まあ今後どういう風なチャンネルにしようかなっていうのをちょっと、まあ、軽く話しておこうかなと思って。多分こういう動画って需要ないんで、こういうなんかザレ言ずっと俺喋ってる動画人気ないんで、多分この辺まで見てる人あんまりいないんですよ。なんでまあここまで見てくれてる人は多分ね、結構子さんのリスナーさんだと思うんで、まあその子さんのリスナーさんに向けてちょっと話したいと思いますけど、まあ今年1年で急激にチャンネル登録者様が増えまして、まあ今12月じゃなくて11月今ね6日時点で、7940人かですね。はい、まあ、間もなくも8000人を迎えるという、ところなんですけども、まあ年内1万人行きたかったんですけど、ちょっと厳しそうですね。うん、何かバズらないと。うん、まあ来年中にやっぱりもう1万人は超えたいですね。うん、超えたいですね。やっぱ一つの節目なんで1万人なんか行くと思ってなかったですけど自分で。うん、でいろんな人ともやっぱもっとどんどんコラボしていきたいなと思ってます。今まで全然絡んだことない分野とか、うん、でパソコンも買ったんで動画編集ソフトとかもね、もう少し儲かればね、なんかでね、しっかりしたの買えるんで、モザイクとかかけられるんで、街頭インタビューとかもやっちゃうんじゃないですかこれみたいな感じで。あ、ちょっとそこのカナダ、話聞かせてもらっていいかねーっつって、俺マジで聞きてえこといっぺんあんだけど、つって街頭インタビューやっちゃおうかな、渋谷のセンター街で。そこの彼女、俺渋谷来てばっかりで右も左もわかんねえんだけど、まあまあまあそんな感じで、まあいろんななんか新しいそういう系のね、動画、新しい風にちょっと、うん、挑戦していきたいなと思ってます。まあもちろんそのメインのね、ラジオ感覚で楽しめるね、動画見なくても音声だけで楽しめるっていう動画、それがメインで一応僕のチャンネルはですね、なんだろう、なんていうのこういうの、なんていうのメインでやってることなんていうのこれ、メインなんだよもうメインでやっていくのは変わらず、いろんな他のね、筋トレだったりとか、まあそこまで筋トレの動画は人気ないんですけども、まあ見てくれてる方とか待ってくれてる方もいるので、まあ筋トレの動画ももちろん撮りつつ、あとはまあ外で、まあいろいろちょこちょこ、まあイベント出没したり、うん、入れ墨系だったりとかね、いろんなちょっとディープなイベント、撮影許可さえ下りればちょっとガンガン配信していきたいと思ってますし、まあいろんなことにちょっと、うん、来年は挑戦していきたいなと思ってます。うん。そうですね。多分入れ墨女王様のね、ゆきちゃんの動画とかまた多分コラボ見たいよっていう人いっぱいいるんですけども、ゆきちゃんに依存しちゃうと、僕のチャンネル、僕よりかゆきちゃんがどんどん有名になってきちゃうんで、悔しいんでね、まあ仲良くさせてもらってますけど、動画は多分ね、まあイベント絡みじゃないともう多分今後多分出ないんじゃないかなと思いますんで、うん。一人の人にね、依存、コラボは依存していきたくないので、あくまでも僕のチャンネルですから、ね、メインは僕で、メインディッシュは僕で言いたいですよ、せめてね。うん、なんで、うん。まあ、ちょこちょこ、多分ゆきちゃんも多分出てくると思いますけども、いろんなところで、イベントだったりとかね。うん。まあ、ソータさんとかも、やっぱり、まあ、喋りメインなんで、ソータさんの、コラボもね、うん、やっていきたいですし、もっと。まあ、新しい方も全然、もっと、なんか、コラボしてもいいよっていう方いましたら、どしどし、まあ、ツイッターなり、うん、YouTube のコメント欄でもいいんで、何でもいいんで、くれたら、首都圏、どこでも、予定が合えば行きますんで、僕は。
まあ別にギャラとか出せないですけどね、そんなにお金がある、ね、人間じゃないので、まあお互いの宣伝活動ぐらいになれればいいかなぐらいの、うん、感じでコラボできる人いたらコラボやりましょう、うん、お話系メインなんで、もうお話系の、うん、YouTuber がいいなというところですね、はい、うん、まあそんな感じで今後はちょっとそうやって風にやっていこうかなと思ってますね。基本はやっぱお話系の、うん、動画メインでやりますよ、うん、なんかちょっとこういう話聞きたいよっていう本当にリクエストだったらもう全然答えて、もうガンガンもうやっぱりそのね、みんなが求めてるものをこちらもやっぱり出していきたいし、まあ求めてなくてもね、そういう話来たみたいなのもね出したいんだけども、やっぱりリクエストとか聞きたい話に答えてくるのがやっぱ一番いいんじゃないかなと思うので、リクエストあればガンガン本当にコメント欄でもツイッターでもいいんで送ってください。はい、まあもうあまりブラックな話はできないですからね、本当に逮捕されちゃうんで、クリーンな話でいきましょう、クリーンな話ね、うん、まあ何でも答えますよ、本当にもう経験人数からケツの毛の本数から汚い、なんでそうやって下品なこと言うの、グッバイ。もう限界だ。